さて、新年度なんですけども、水野先生の方に非常におめでたい話がありました。3冊目の本を出版されたということで、これ非常に興味深い内容なんですよね。じゃあ、水野先生、まずその本の内容についてご紹介いただけないでしょうか。はい。子育て写真集、6歳まで2000の体験というシリーズですね。3冊。いっぺんに、新年明けてから、すぐ Amazon で出しました電子書籍ですね。去年は2冊、発達障害のことと叱り方のを出したんですけど、今年もう最初の1週間で3冊出したんで、合計5冊目になります。はい。子育ての写真集ということで、子育て中の現役の、お父さんお母さん先生に、ご自身のご家庭での様子で、もちろん許可得て、協力していただいて、本に書籍化したという。子育ての写真集ってところはちょっと新しいかなと思って出しました。いや、なかなかね、その子育ての視点に沿って編集してある写真集ってなかなかないので、もう僕はね、孫を待ってる世代なんですけども、非常に参考になったのと、もう一つはね、これから子育てを迎える先生方にとってね、同じ先生同士でのこういうね、コミュニティができてるとすごくいいなと思うんですよね。これはその若いね、出産された先生のコミュニティを利用して作られたと思うんですけども、こういうコミュニティの良さってどんなところにありますかね。ですね、最初に始めたのは、産休育休中の先生、つまり休みに入った方々ですね。でも、その先生方だって、いつかは復帰するわけで、その間、勉強したいって気持ちが一つ、まずありました。それから子育てについて、やはり、それなりに苦労される場面があるわけですよね。その交流の場として、作りました。で、その子育ての中で、あれこれ情報交換しているうちに、まあ、写真、やっぱり自分のお子さん可愛いですから、写真結構撮るんですよ。まあ、せっかく、共有できた写真をもっと多くの方々に、子育てのノウハウとして、共有できないかっていうことで、写真集になりました。じゃあ、後で村野先生にもね、質問タイム取ろうと思うんですけども、そのコミュニティ運営してて、参加された先生方、これが一番良かったっていうようなことがあったら、ね、一つか二つ紹介していただけませんかね。はい。一番は、やっぱり子育てに不安を持ってるお母さん先生、ね、特に初めてのお子さんだった場合とか、そういう時にですね、コミュニティですから、先輩お母さん先生がいるわけですよね。もういろんな、だから離乳食はこうしたよとかね、もう具体的な情報が交流できるっていうところで一番良かったですね。今のお話を裏を返せば、情報発信したいお母さんもいるんです。こういう苦労したけど、こうしたらうまくいったよっていうのを誰かに伝えたいわって方もいらっしゃるので、もうウィンウィンの関係ですね、まさに。はい。なかなか教師の間でそういう情報共有ってできないので、それはいいなと思いましたね。まあ何より写真がね、可愛いんでね。はい。私はそっち。はい。ありがとうございます。あともう一つの狙いは、まだ家庭持ってない若い先生方。いつか自分も家庭持って子供生まれるかもしれないっていう時に、やっぱり休んだり、まああるいは男の先生でも子育てにね、協力しなきゃならないじゃないですか。その時の見通しを持てるっていうかな。そういう感じでも若い先生方の、アドバイスになったらいいかなと思って作りました。はい。村野先生どうですか？何か質問とかありますか？はい、3冊とも本当に、ね、みんな可愛らしい写真集で見てて嬉しかったですね。それで、僕はこれは新しいなと思ったのは、子育て、意外と誰からも教えてもらえない部分もあるじゃないですか。はい。それが今回その0歳から1歳2歳ってそれぞれの年代に応じてちゃんとキーワードがあって、でそのキーワードに沿った写真がこう並んでるので、あ、そうか、こういうことを体験させていくといいんだなっていうふうに、もう簡単に方向が見えるっていうのがね、素晴らしいなと思ったんですね。で、私もちょっと子育ての原稿って書いたことあるんですけども、イメージ化っていうのかな、その何をやるにも最初が肝心で、それに対するそのイメージをよくさせると、
いいなと思うんですね。例えば初めて食事するときには食事って楽しいなって思わせることが大事で、こぼしちゃダメだよとかそういうことはまた二の次なわけじゃないですか。で、なんかその水野先生のこの写真の編集をしたこの流れを見ていくと、その一般的にマイナスだと思われることも全部プラスで大切な体験っていうふうにみんな捉えてて、しかもみんな前向きで常にこのイメージをその子にとって良くしていくという感じで作られているのがね、素晴らしいなっていうか、非常に役に立つなというか、たくさんの人に嬉しいコメントですね。今あのね、村野先生も画面で紹介していただいてますけども、例えば第1週はですね、これご飯粒いっぱい顔につけてるお子さんなんですけど、絵づかみでご飯を食べる。まあ考えによってはそれめんどくさい対応ですよね。大変なことになってるわけですけども、このお母さんは写真撮る余裕を持って、あ、こんなになってるわっていう感じで、もう手づかみって大事なんですね、種子の発達にとって。その下はイヤイヤ期のお子さんなんですけど、このお母さんも自分で写真撮って、余裕の対応されてるんですよね。イヤイヤ期も普通は悪い体験、ない方がいいと思われがちですけども、でも、子供の発達にとっては重要な時期だっていう解説も、させていただいてます。第3週右上はですね、社会体験、自然体験、少し大きくなってからですね、4歳、5歳、6歳に大事な体験のことを、写真にさせていただきました。あとですね、これ極秘ですけど、裏の話、学校の先生方ってまあ、お子さんのことで対応でも苦労するし、ひょっとしたらね、ご家庭のことにでも相談にね、乗ったりしなきゃならないこととかあると思うんですけども、困ってるご家庭の方に、一般の方々ですね、もし手に取っていただけたら、写真集ですから、もう5分ぐらいあれば全部見れるんですね。あ、こういうふうに育てればいいのかっていう、そういうね、アドバイスとかつながり、が持てたらいいなってこと。そうすると、先生方も、まあ、楽になるって言っちゃ変ですけども、子供が幸せになって、家庭も幸せになってれば、学校教育もすごくやりやすくなるっていう、いい環境を世の中に増やしたいなっていう思いで作りました。はい。これはやっぱり退職した教員にしかできない仕事ですよね。そもすると私たちは教育実践とかそんなとこ行っちゃうんですけども、非常にね、これは役立つお仕事だと思いました。はい。それではね、新春早々ということで、水野先生の写真集の紹介をさせていただきました。皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。一つ、はい、これ、ご覧になる方、購入されたい方はですね、スマホが一番便利です。パソコンでご覧になるように、スマホ、あるいは、Kindle タブレット、それがまあ一番なんですけどね。はい。ということでした。どうも皆さんありがとうございます。